ウスマーン・アリー・ハーン。ウスマーン・アリー・ハーン。テルグ・ゴ・オースマン・アリ・カーン。1886年4月8日から1967年2月24日は、インドのデカン地方、ニザーム・ハン王国の、第10代、最後の君主、ニザーム・ザ位、イ。1911年から1948年。アーサ・フジャー7世、アソ・フジャー7とも呼ばれる。 1886年4月8日、ニザーム反王国の反王マフブーブ、アリーハーンの息子として生まれた。ウスマーン・アリーハーン生まれながらに反王国の相続を約束されていたために大変な期待を受け、特に手厚く養育された。著名な学者たちが彼に英語、ウルデュー語、ペルシア語を教授した。彼自身もよく学び、 ウルドゥー語やペルシア語で詩文を書くほどに上達した。1906年4月14日、21歳の時に、反王国の貴族の娘ドゥルハーン・パシャ・ベーグムと結婚した。1911年8月29日、父であり藩王マフブーブ、アリー・ハーンの死により、反王位を継承し、9月18日に退官した。ウスマーン・アリー・ハーンは、 半王国を世界の最先端都市と匹敵するものに発展させることを心に決めていた。彼はこう宣言している。その治世中にハイダラーバードは行政機構の整備、天然資源の開発、伝統文化研究機関の設立、市民の生活水準の向上といった政策を積極的に推し進めた。1914年に勃発した第一次世界大戦では、 同年に、大英帝国支援のためハイダラーバード、ニザー・ムハン王国軍機兵隊をエジプトに派遣した。自らも同地に赴き、第二十デカン機兵隊の名誉大佐として、終戦まで同地に止まった。また、1939年の第二次世界大戦においても、イギリスの要請により、軍隊と2500万ポンドを供出している。 第二次世界大戦の終了に伴いイギリスは1947年8月15日にインドから撤退することを決め植民地支配からインドは独立を勝ち取った8月15日のインドパキスタン分離独立までにウスマーン・アリー・ハーンはニサーム・ハン王国の貴族に際しジャム・カシュミール・ハン王国ジュナーガド・ハン王国と共に最後まで態度を決めかねていた イギリス統治下のインド最大の反王国であったニザーム反王国の貴族は世界が注目するところにあった。このようにニザーム反王国はインドに加わったとすればムスリムの逆にパキスタンに加わればヒンドゥー教徒の怒りを買う可能性があるという非常に難しい立場にあった。一方ジャンムーカシュミール反王国は支配者がヒンドゥー。 住民の大部分がムスリムであったため、ニザーム反王国とは逆の立場にあった。ウスマーン・アリーハーンは当初はパキスタンへの帰属を望んだが、領土にはヒンドゥー教徒が多い上に内陸の飛び地となるため、イギリスからはインドとパキスタンどちらにも属ない形で単独での独立を宣言した。反王国が軍事保護条約で従属していたのは、形の上では、 イギリスと出会ったため、イギリスが独立に際して、これらの条約を放棄したことにより、反王国は単独で独立できるはずであった。インド政府は、パキスタンと国境を接するジャンムーカ・シミール、反王国の給料確保を優先させたため、同年11月に、ニサーム反王国と、とりあえず、現状維持の暫定協定を結んだ。だが、インド政府は、ハイダラーバードが、 中パキスタンとして、西パキスタンと東パキスタンとの間に成立してしまうことを懸念していたため、両国の対立は続くこととなった。1948年1月、ウスマーン・アリー・ハーンがパキスタンへ2億ルピーの借款を提供することを発表し、インド政府がかねてから懸念していたような事態となった。当時、インドとパキスタンの間では、 ジャムー・カシュミール反王国の丘陵をめぐり、第一次インパ戦争が勃発しており、これは戦争中の相手に事実上の軍資金を提供する行為だとして、井戸川を激怒させた。さらに、ニサーム反王国が、アメリカアップ通信の送受信書設置を認めたことや、海への出口を求めて、ポルトガルの支配下であったコアコーを購入しようとして、 事実上の独立国であるかのように振る舞い始めた。これらの同国の行為により、両国の対立は加速度的に悪くなっていった。両国の対立の表面化はこれだけではなかった。インド側は、これとともに、インドの法定通貨であるインドルピーの使用を、ニサームハン王国が拒否していること、ハイダラーバードさんの貴金属のインドへの輸出を禁止したことなどを、 協定違反だと非難した。ハイダラーバード側も、その一方で、インドが武器や弾薬のハイダラーバードへの輸出の禁止、空輸を妨害したこと、ハイダラーバードがインド国内で持っている証券などの資産凍結などは、協定違反だと非難して応酬した。同年5月以降より、インド政府はこれらの一連の対立を打開するため、ニザー・ムハン王国に対して、経済封鎖を実施して、 圧力をかけ始めた。これに対して沿岸部に領土を持たない内陸国のハイダラーバードの経済は悲鳴を上げ、8月には国連へ代表団を派遣し、この措置はインドによる暴力的脅迫と侵略の脅威、不具化をもたらす経済的封鎖だとしてアンポリに提訴した。ハイダラーバードが最大の頼みとしたイギリスはウィンストン・チャーチル首相ら保守党が ハイダラーバードに対して、同情ではあったものの、インド独立を許した、労働党政権は目殺せざるを得なかった。インド政府は、パキスタンとのカシミール地方における戦闘がひとまず一段落、したところで、ハイダラーバード反王国の処分を決定し、同年9月12日に、インド政府は、イスラーム義勇兵、ザーカールの解散と、首都と川を挟んだ対岸のシカンダラーバードに、 インド軍を侵中させることを要求した。ハイダラーバードはこの要求を拒否する一方で国連アンポリへインド政府から侵入意図を公式に通告されたと伝報を打ち、アンポリの議題にできるだけ早く取り上げてもらうことを急った。だが、インドは翌13日にハイダラーバード領に軍事侵攻を開始した。9月16日にアンポリが ハイダラーバード問題を議題として取り上げることを決めたもののインド軍の進行に間に合わず、翌17日にはハン・オウ・ウスマーン・ア・リー・ハーンと軍隊が降伏した。ここに1724年にシソ・始祖アーサ・フジャー一世が創始して、以来224年続いたアーサ・フジャー・ヒーアサは滅亡した。その後、ハン・オウ・ウスマーン・ア・リー・ハーンは、 ハイダラーバードが占領された現実と、インド政府の説得に応じて、国連アンポリへの提訴を取り下げることにし、翌1949年11月24日には、インドへの併合を受け入れた。その後、彼は、インド政府からの年金受給者として、ハイダラーバードの宮殿で予選を送ることとなった。年金の額は諸般王でも、最高の500万ルピーであった。 最後の繁忙であるウスマーン・アリーハームは世界最大の資産家と言われ独立時のインドの国家歳入が10億ドルだったのに対し彼は20億ドルの資産を要していた。また彼は21人の人、28人の息子と人の娘といった大家族を持つ一方で世界最大級のダイヤモンドを分賃代わりに使っていたと言われている。 1967年2月24日、ウスマーン・アリー・ハーンは79歳で死去した。その葬儀はインドで最も盛大とされる葬儀であったという。だが、ウスマーン・アリー・ハーンの財産は10億ドルに半減していたといえど、その莫大な遺産相続をめぐり、親族間による法廷紛争は熾烈を極めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。